やっほ、カスカベツムギだよ。病気がちのお母さんに代わってこの家の家計を預かっているよ。そんな足なんだけど、実は最近冷蔵庫の中のマーガリンやジャムの減りが異常に早いことに気づいたんだ。うん、不思議不思議、どうしてこんなものがなくなるんだろう。でも困ったな、マーガリンだってジャムだって安くないもんね。うちにはご飯一粒だって粗末にする余裕はないんだから、何としても原因を突き止めなくちゃ。名探偵つむぎ出動だよ。おはようございます、ご主人様。あ、ソラちゃん、おはよう。ねえねえ、ソラちゃん、最近マーガリンの減りが異常に早いんだけど、何か知らないかな。ピク、シュ知らないです。すソラは何にも知らないです。すピーナーピーナー、もう行かなきゃ、さよなら、ご主人様。うん、怪しい、どう見ても怪しいよ、あの態度。こっそり後をつけてみよう。テク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 、ここは近所の誰かの物置小屋。さあ、ご飯の時間ですよ。クパンクパンクパクパン、ふふふ、今日も元気でいい子ね。クパ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 ン。ソラちゃん、それは。ご主人様、どうしてここがわかったんですか。クパン、この子は違うんです。何でもないんです。それは食パンの赤ちゃんじゃない、どうしたの。ティク、最近マーガリンやジャムの減りが早かったけど、その子のご飯になっていたのね。ティクティク、ちゃんと説明してね、ソラちゃん。うわんうわん、だって空き地に捨てられていて、かわいそうだったんですもの。捨てられていたところ拾ってきたのね。だってあのままだったらこの子はお腹を空かせて死んじゃってましたわ。ねえご主人様、この子を飼わせてください。ソラが責任を持ってお世話しますから、お願い、ご主人様。飼わせてあげたいけど、うちにはお金が。うちが貧乏なの、ソラちゃんだって知ってるでしょ。私たちが食べていくのだってやっとなのよ。クパン、お願いします、ご主人様、私何でもしますから。そうだわ、これからお風呂に入るときは電気を消して入ることで節約しますわ。ティッシュを使うときも2枚重ねになっているものを半分に剥がして2倍使いますわ。靴も片足だけ履いて、いつもケンケンしますわ。それはあんまりおすすめしないけど。ねえお願い、ご主人様、何でもしますから、この子を飼わせてください。うん、わかったよ、ソラちゃん。食パンちゃん、あなたは今日からうちの家族よ。ご主人様、ありがとうございます、嬉しい、大好き。クパンクパン、ふふふ、その代わりちゃんとお世話を頑張るのよ、ソラちゃん。もちろんですわ、目いっぱい可愛がりますわ。こうしてアーシの家にまたまた可愛い家族が増えてしまったのでした。でした、じゃないわ。何バカなことをやってるの、食パンは家族でもペットでもない食べ物だわ。あ、ひまりちゃん来てたのね。食パンを買おうなんて狂気の沙汰ね。捨てられた食パンなんて普通は拾ってはいけないのよ。ただもう拾ってしまったのなら仕方ないわ。また捨てるのは無責任だから、さっさと食べてしまうほかないわね。ひまりさんひどいです。この子を食べるだなんて、この子は生きていますわ。クパンクパン、それを言ったら全ての食べ物は生きているわ。それはそうですけど。あのね、あなた無責任すぎるんじゃない？つむぎちゃんの家は貧乏なの、すごい貧乏なの。あなたのようなポンコツロボットを居候させているだけで、家計は火の車のはずだわ。
そうが、その子は飼えなくなるわよ。クパ。飼えないなら拾うべきではないわ。それを一時の感情で拾ってきて餌付けまでするなんて、とんでもないエゴね。一時の感情じゃないですわ。ちゃんとこの子が死ぬまで責任を持ってお世話しますわ。でもあなた、収入ないでしょ？餌代は今後どうするつもり？まさか誰かの家の冷蔵庫から盗み続けるつもりなの？それともそのあたりの雑草でも与えるのかしら？ほら、何も考えてない。その子が生き物だって言うならなおさらね。考えなしに生き物を飼おうとするなんて最低なのよ。今からできることは、せめてこれ以上増えたり、その子が苦しんだりしないように、早く食べてしまうことよ。そんな、嫌です。食パンちゃんは私の子供なの。一生大切にするんだわ。無理よ。甘い考えは捨てて、諦めなさい。いやです。クパン。あ、食パンちゃんが、逃げちゃった。ああ。ひまりさんの説教が長いから、待って食パンちゃん。アーシも追いかけてくる。ふんった、私は間違ったことは言ってないわ。食パンちゃんどこへ行ったの？返事して。食パンちゃん。クパクパン、クパクパン。ああ。食パンちゃんが川に流されてる。大変。この先は流れが急になるのよ。早く助けなきゃ。今行きますわ。待って、ソラちゃん。あなたは防水しようじゃないのよ。川へ入ったりしたら一瞬で故障しちゃうわ。でも、そうしたらどうすればいいんでしょう。アーシが行くわ。ご主人様。ババン。クパクパン、クパクパン。ご主人様、食パンちゃん、大丈夫ですか？うん、なんとかね。少し濡れたけどこの子も元気みたいよ。クパン、クパン。よかったですわ。さすがご主人様。へへへ、久しぶりに川で泳いだよ。まったく何をやっているの、つむぎちゃん。ひまりちゃん、追いかけてきてくれたんだね。あなたたちのような危なっかしい人たちを放ってはおけないわ。それより、つむぎちゃん、あんな流れの激しい川に飛び込むなんて危険すぎるわ。二度とこんなことしてはいけないわ。うん。そうだね。気をつけるよ。クパ。わあ。食パンちゃんが光ってる。何？命を助けてくれてありがとう、つむぎさん、そらさん。私は食パンの神です。神様ですか？あなたたちのように優しい人たちが人間界にいることが分かってとても嬉しく思います。お礼に、つむぎさん、そらさん、あなたたちの願い事を何でも一つずつ叶えてあげましょう。ええ、本当ですか？やった。こんなことってあるの？あるのです。良い行いをした人には良い報いが待っているのです。ただし、そこの死神女、てめえはダメだ。何よ、食パンのくせにうっさいわね。死神？なんでもないわ。私はどこにでもいる普通の人間の女の子よ。さあ、願いを言ってください、ソラさん、つむぎさん。私、決めましたわ。今日の夜が、お星様やお月様のよく見える、いい天気になりますように。アホロボット、今晩の天気なんてどうでもいいじゃない。どうでもよくないです。空はもともと宇宙開拓用ロボットだから、夜空を眺めるのが大好きなんです。わかりました。その願い、必ず叶えてあげましょう。では、つむぎさん。次はあなたの願いを教えてください。アーシの願い。つむぎちゃん、これは千載一遇のチャンスよ。お金持ちにしてください。100兆円くださいっていうのよ。お金？
珍しくひまりさんに同感ですわ。つむぎご主人様、ぜひ生活を楽にして幸せになってください。空はご主人様に幸せになってほしいですわ。幸せ。つむぎちゃん、ご主人様。うん、決めたよ。食パンちゃんの神様、アーシの願いは。はい、何でも言ってください。神様に叶えてもらうような願いは何もありません。ええ、正気なの、つむぎちゃん。うん、お金は確かに欲しいけど、それは自分で一生懸命働いて稼ぐものだと思うんだ。みんなが一生懸命働いて頑張っているのに、アーシだけ神様からもらっちゃうなんて、そんなノズルだよ。ご主人様、小さい頃、まだお母さんもお父さんも元気だった頃に約束したんだ。絶対にズルはしない。どんな時も公正に生きる。これはアーシにとってお金で買えない大切な価値なんだよ。いい子すぎるわ、この子。ご主人様は天使です、ポポ。幸せだって同じだよ。アーシが食パンちゃんに出会ったのはたまたま偶然だよ。偶然で人の幸不幸が決まるなんて、そんなの間違ってるよ。幸せになる権利は誰もが平等に持っているもので、幸せは誰もが自分の意志の力で掴むものだよ。神様から自分だけが授かるものじゃない。ああ、私には眩しすぎてもうつむぎちゃんがまともに見られないわ。だから食パンちゃんの神様、アーシからのお願い事はありません。でもお気持ちはとっても嬉しかったです。ありがとう、食パンちゃん。わかりました、つむぎさん。あなたはきっと幸せになってくださいね。頑張ります。それではソラさん、つむぎさん、ついでにそこの死神女、私は天界に戻ります。短い間ですが、あなたたちと過ごせてとても楽しかったです。あなたたちのことは決して忘れません。ありがとう、さようなら。さようなら、食パンちゃん。寂しいけどさようなら。元気でいてね。さっさと帰りやがれ、クソパン野郎。行っちゃったね。寂しいですわ、グスン。自分の子供だと思って大切にしていたのに。元気出してね。きっと空から空ちゃんのことを見守ってくれているよ。空、そうだわ。きっと今夜はとびきり綺麗な夜空が見られるはずですわ。ご主人様、今夜はお月見しましょうよ。そうだね、温かいお茶でも持って公園にでも行こっか。わーいわーい、嬉しいですわ。しょうがないわね、私が月見団子でも用意してあげるわ。あ、ひまりちゃん、ありがとう。ふん、神様の叶えてくれる奇跡の一種だからね。あやからないともったいないでしょう。こうしてアーシたちはその夜、今まで見たことがないくらい澄んだ綺麗な夜空を眺めて胸いっぱいの時間を過ごしたのでした。おしまい、またね。